チャラリンコクッキング。はい、チャラリンコ。はい、今回はね、マグロです。今ね、ネット、テレビやネット、SNS、また YouTube でもね、多くの人が紹介してると思うんですけど、マグロをね、スーパーの、安いマグロ、マグロを、10倍、劇的に美味しくする食べ方、美味しくする方法ですね。これとね、あとスーパーに行くと、まあ、こういう風に解凍された状態のマグロと、カチコチに凍ったマグロ、そういうのが売ってますよね。で、まあ、2種類ですね。このマグロを美味しく、解凍された状態のマグロを美味しく食べる方法と、あとね、冷凍のマグロを劇的に美味しくする解凍方法。これ居酒屋とかね、寿司や板前さんがよく使う裏技があります。で、それをね、皆さんに今回は紹介したいと思います。はい、じゃまず解凍されたマグロです。はい。まあ、何もしないで、どれぐらい美味しくなるのかっていうね、よく他の YouTuber さんとかよくやってますけど、それをね、検討するため、何もしない状態のマグロをね、何切れか切っておきましょう。これぐらいあればいいかな。何もしないマグロ。はい、どうするのか。まずね、これマグロです。スーパーで買ってきた解凍のマグロ。これそのままね、まあ塩ですね。塩を全体的に、振りすぎた。はい、塩全体的にね、まぶします。全体的に、これドヒャッといきましたけど、全体的に、塩をします。で、傾けてやるんですね。ちょっと傾けてやって、こっからね、10分から15分ですね、置いておきます。で、今冬なんで、常温で、まあ、置いておきますけど、あとね、まあ、夏場とかね、冷蔵庫でちょっと10分15分、置いておいていただければと思います。血のドリップっていうのが、魚介類、すごく臭みがね、ついたり、まあ、臭く感じる、魚の臭みを感じる、まあ、ドリップですよね。そういうのを取り除く目的と、あとこう、表面に塩をすることで、マグロから余計な水分が抜けるんです。これが浸透圧。浸透圧で美味しくなるっていうんですけど、あの、旨味がね、増すんです。この余計な水分が抜けることによって旨味が増すっていうね、感じになります。じゃあね、ちょっと10分経って、こんな感じ。結構ね、水分がこう出てきてます。こんな感じですね。次に、これ氷水です。冷たい水ですね。冷たい水を用意していただいて、これをね、洗っていきます。周りの、周りの塩を洗い流していく感じですね。はい、これするとね、色も良くなるんですよ、ものすごく。ただあとはこれをね、水気をしっかり拭き取ってください。なんですね。はい、これするだけで劇的に美味しくなるんです、マグロが。はい、で次にね、今度凍ってるマグロの解凍の仕方、これを紹介します。これ結構あんまり知ってる人いないのかなって感じなんで、冷凍のマグロを美味しく解凍する裏技、見てください。凍ってます、完全に凍ってます。はい、これね、水道水です。冷たい水、夏場はね、氷水とか、冷蔵庫に入れた冷やした水を使ってください。で、今冬なんでね、もうすごくね、水が健全に冷たいです。はい、これにね、はい、で塩ですね、塩大さじ2杯です。水1リットル、ね、冷水、冷たい冷水に水、塩大さじ2杯ですね。はい、じゃあこれをね、よく、冷たい塩水を作ってやります。はい、で、このね、凍ったマグロ、まずね、水筒でさっとね、洗います。はい、で、表面を落として、はい、あとこのね、冷たい塩水です。これ凍ってる状態のマグロですよ、凍ってる状態のマグロ。これ5分から10分漬けます。これで浸透圧のね、影響で、余計な水分が出て、色の発色が良くなるんです。マグロがこう、綺麗な、ね、赤みを帯びるんです。ドリップとか抜けるんで、血の生臭みっていうか、ちょっと血の臭みというのが抜けます。たったこれだけです。はい、じゃあ5分から10分ですね。5分から10分ね、この塩水で浸したら、これを取り出します。はい、これでね、表面の水気をしっかりね、拭き取ってください。こっちの水見てください。結構ね、
細かいカスみたいなものがね浮いてます。これがね、まああまり美味しくならない原因ですね。でこれをね全体的にこうキッチンペーパーでくるんでやるんですね。はい、もうねこれだけです。あとこれだけで冷蔵庫に入れて、解凍です。たったこれだけなんです。じゃあこっちがね、冷凍のマグロを使って、冷蔵庫で1日ね、置いたものです。だいたい半日から1日置くといい感じにね、余計な水が抜けて美味しくなります。こんな感じですね。これが、究極の解凍方法でやったマグロです。そして、こっちが塩マグロですね。最初に紹介した塩マグロ、はい、こちらになります。どちらもね、同じ品種で、まあ、同じ価格で売られているマグロですね。究極の解凍したマグロと、今話題のね、塩マグロ、それと、何もしてないマグロでね、3種類ちょっと食べ比べてみようと思います。究極のね、解凍方法にしたマグロです。はい、続いて塩マグロの方ですね。ネットで話題のマグロ、こちら、何にもしてないマグロです。何にもしてないマグロ3種類ね、究極の解凍方法、それからネットやテレビで話題の今流行ってる塩マグロ、それから何もしてないマグロですね。はい、じゃあまずね、この普通のマグロです。何もしていないマグロからいただきます。うん、美味しいですね。これはこれで普通にうまいです。普通にね、何もしてないマグロもそれはそれで美味しいんですよ。はい、で次にこの塩マグロいただきます。今流行りのやり方のね、スーパーのマグロを最高に美味しくするやり方です。これいただきます。うん、あ、うまい、美味しい。これめちゃくちゃ美味しい。もう断然違いますよ。こっちとこっち食べ比べると、もうこっちの方はね水っぽいんですよ、やっぱり。でこっちの塩マグロの方は本当にね、水っぽさがなくて臭みもなくて、もう食べ比べるとやっぱ全然違うんだなって感じがねします。美味しいです。で次に、よくねプロがよくやる解凍方法、ね、冷たい塩水処理のマグロです。これもいただいてみましょう。これなんか見栄えがもう本当綺麗ですよね。うん、めちゃんこれたらスーパー美味しい。うん、個人的に一番好きなのはこっちのね、冷凍の状態を塩水処理して解凍したマグロが一番好きです。マグロ本来の味を残したまま、いい感じに解凍できてるっていう感じですね。旨味が非常に濃いです。マグロ自体の味が思いっきり楽しめるのはこっちの解凍方法かなって感じがしますね。うん、こっちの塩マグロの方は本当何もつけないですごく美味しく食べれる。うん、こっちの何もしてない水っぽいマグロと比べるともう10倍以上、ね、美味しくなってるっていう感じです。ただね、買ってきたマグロをそのまま切るよりもう劇的にね本当に美味しくなるんで、ぜひねおすすめです。で一番のおすすめは冷凍のマグロを買ってきて、冷凍のマグロを手に入れて、この冷塩水処理したマグロ、これがね僕一番好きです、ね、他にサーモンとかブリとかね、カツオでもいけると思いますね。やってみてほしいですね。これが一番俺好き。はい、ってことでね、これが参考になったね、やってみよう、少しでも思っていただけたらぜひチャンネル登録、いいねボタン、ポチリンコお願いします。それではやってみてね。うまいな、マグロ。何もつけないでこんなうめえんだ。